こんにちは、お元気ですか。都市伝説アーバンレジェンドの井癖です。今回はですね、星読みの満月斎先生をゲストにお迎えして、トラさんのですね2024年の運命を占っていただきました。満月斎先生の占いはね、当たりますからね。トラさん、今年11月5日にね、大統領選挙投票日です。まあアメリカの場合はね、投票日のあと何日か経ってなかなか決まらないっていうことがあります。まあ前回もそうでしたからね。ですから何とも言えないんですけども、まあ来年にまた持ち越しちゃうかもしれないですからね。それぐらいちょっとね、なだれ込んでいくかもしれませんけど、選挙に関してはね。でも今年1年、トラさん、どんな運命が待っているのか、その辺のことをね、占っていきたいと思います。で、私ね、都市伝説大好きなんですけど、こういう都市伝説があるのをご存知でしょうか？今、地球全体がですよ、新しい地球に生まれ変わろうとしているんだそうです。そういう都市伝説があるんですね。で、その地球をサポートするために宇宙から、今まで異常にエネルギーがどん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 降り注いでるんだそうです。で、そのエネルギーを受けて、特殊な能力を持った人間たちがどん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 誕生しているということなんですよ。予知ができたり、未来予知ができたりね。まあ、いろんな声が聞こえたりとか、そういった特殊能力ですよ。いろんなものが見えるような人たちで、いろんな声が聞こえる、そういう人たちが、これからどんどん出てくるんですね。私、トラさんってその一人じゃないかって思ってます。都市伝説の中にはね、地球連合っていうのが今宇宙人がやってきて地球をね、守ってくれてる。で、その地球連合と連携している、地球連合じゃない、銀河連合です。ごめんなさい。銀河連合と連携して一緒に戦ってる地球アライアンスの一人がトラさんだという、まあそういうね、都市伝説もありますけどね。まあそういう話聞いてるとですね、こうワクワクしますよね。トラさん頑張れっていう気になってきますけれどもね。そこら辺あくまでも都市伝説ですけどね。ということでね、満月斎先生のね、占いを聞いてみたいと思うんですけど、ちょっとね、声が割れちゃっててね、声が聞きづらいところがあるかもしれませんけれどもね、テロップ入れときますんで、ぜひ最後まで聞いていただければと思います。それでは早速行ってみましょうね。それではトランプさんの星を読んでいただきたいと思うんですが、この図は何の図なんでしょうか？はい、これがホロスコープと呼ばれている、いわゆるトランプさんが生まれた時の空の上にいる太陽系の星々の位置が書いてある図になります。トランプさんの場合には非常に珍しいぐらい生まれる時間が明確に分かっています。この方は1946年の6月14日金曜日の午前10時54分にニューヨークシティで生まれているというところまで分かっています。そのデータをプロットしたのがこのホロスコープになるわけですが、非常に全体的に見て、左側に星々のマーク、星々のマークというのは、太陽から始まって、水金地下木と天海前の地球を見たところを全部書いているわけですが、それが左側に載ってますね。一つだけ右下にお月様のマークが出てますが、ということは、基本、左側っていうのは、自分自身で何事も決断をして生きてきたっていう方の特徴になります。へえ、そうなんだ。これが右側にある星々が多い方というのは、他の人と相談をしながら決めてきたという生き方になるんです。まあ、周囲に影響されやすいってことですかね。そうですね。判断をすると、周囲と相談をしながらやってきたと。したがって、トランプさんの場合には、非常に明確に左側にあるので、自分が何事も決断して生きてきたよね、ということは言える。なるほどね。
その中で、真ん中にも、周囲に1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12という番号が振ってますね。うん、この番号が、その方の生き方を示してくるわけなんですが、うん、この方は、3番、5番、6番、7番、8番、9番に、7のマークが入ってませんね。うん、入っているのは2番、4番、10、11、12という、ピザのね、形のようなものの中に。うん、ということは、入ってないところは、あまり自分自身は意識を持ってないということなんです。うん、その中でも特徴的なのは5番。5番というのは、ここの場所は、パッサーという場所を表すわけなんですが、トランプさんにとってはね。うん、そのタッサーの場所に、マークがならないということは、この方本来は、達成、社会的達成というのを政治家なわけですが、うん、そんな風なものになろうとは全く思ってなかったということですね。ああ、なるほど。はいはい。まあ、この方、うん、基本的には、マークの状態で、マークになっていらっしゃるということが言える。ああ、なるほど。政治的には無欲だと。そのやっぱり損得で変わる人ではないと、うん、だからこそアメリカファーストということを自分自身がテーマとして誰もしがられない、うん、自分自身の考えとしてやっていくことができた。まあお金でなんとかこのどういうね不正を働いたりなんかするような人じゃまずないですね。ないですね、全く、うん、ハニーとお金が欲しくてやってるわけじゃないということになります。そうですね。はいはいはい、はい。手柄に来て食べるわけですが、うん、その中でこの方は、いわゆる太陽の双子座という、うん、いわゆる10という番号のところに、太陽という二重丸のマークがついてますね。うん、この太陽がこの方双子座に入ってるんですよ。ということは、非常にフットワークが軽い。ママの方にも自分ですることができる。あ、確かにフットワーク軽いですね。もう各種各種飛び回ってますもんね。飛び回ることができる。うん、それから、そういう面においては、ご自分自身の思ったことは、バンバンと、後先考えずに、損得考えずに、言うこともできるし、非常にまとまった楽観的な方であるということが言えるわけですね。あ、楽観的。はい、まあ、ポジティブですよね、発言が。ポジティブ的な楽観ですね、だからね。うんうんうん、まあ、その中で、やっぱり現在の状況を見ると、自分自身の行動を後押しするような星が周りに巡ってるんです。うん、それと、今年、この方が出馬するかどうかは、本人次第ということになりますが、うん、出馬をしたら、非常に雨風が吹く。後ろから風が、追い風になって吹いてくる。あ、追い風？追い風。うんうんうん。言ってもらえばさにこれは。追い風となって吹いてくるという。向かい風。そういうふうな星配置が見て取れます。したらやっぱり、そういうふうな、うちのことで言うと、前回2016年に勉強になったときっていうのは、非常に自分がやったことがないことに対しての義務感と責任感で、自分自身の心がキュキュとしていたというところが見て取れるんです。キュキュとしていた。いわゆる責任感に押しつぶされる。はいはいはい。だからもう、社会的責任というのは、自分自身の好きでやってきたという方のように見えますので、うん、そういうのはやらなきゃならないようなことを強制的にさせられたという経験は少ないように見えるんです。うん、なるほどね。それが、この2016年から言えば8年経ってるわけですから、うん、いわゆる天空に現れる星々も動いています。それが動いている状況の中で見たことも今年というのが非常に自分らしく羽ばたくことができるような星が上になってもらうんですよ。特に6月以降、6月今年の、は
6月以降は非常に自分自身の対応してくれる星々が自分のところにかかってくるような状態になってきます。その応援されるってことですか？はい、周りからも応援される。6月以降にね。はい、うそうやって、あとはもう本当は自分次第ということの中ですね、なりますから、LINE を見かけての動きというものが作られていくような状態になっていくような感じは見て取れますね。なるほどね。で、本番の11月ぐらい、今年の後半にかけてもう読めたりします？6月以降、後半にかけては何風がずっと吹き続けるという状態になるので、それが、いわゆる6月のお誕生日の後半ぐらいから、急速に花が見えてくるような状態が見て取れます。何が見えてくる？6月以降ね。6月以お降。誕生日以降ね。それって、そういうのは、この方は、もともと結果を早く出したいという勝負を持っている星なので、私もね、ちょっと予想したのは、リンカーンと同じような運命をたどるんじゃないかと。なるほど。今、コロラド州で候補権剥奪、選挙権剥奪されたり、そういうの準備してる州が20州ぐらいあるらしいんですよ。要は民主党が強い州ね。で、それって、リンカーンも同じように剥奪されたんですよね。で、その後、南北戦争が起きて、で、南北戦争で今度はリンカーン側、北軍が勝つでしょ？で、もう、リンカーンをなんとか大統領再選させまいと、そこまで頑張って、頑張ってか、闇の連中がね、頑張ったけど、結局、リンカーン大統領再選するんですよね。で、もう、本当にどうしようもなくなって、リンカーンが大統領になりました、就任しました。その後リンカーンが演劇を見に行ったところでバンですからね。リンカーンそれでバンされちゃったわけでしょう。トランプさんもひょっとしたらそういう運命たどるのかな、なんて私ちょっと全然ちょっと前の動画で言わさせてもらったんですけど、そこら辺はどうですか？あり得ますね。星まにだに覚えているのが、いわゆる2016年に大統領選挙に出たときに、いわゆる星の中央、大山の先生が言ったのは、トランプさんがアメリカ最後の大統領になるだろうということをおっしゃったんですよ。最後の最後。大統領って、もうじゃあアメリカは大統領制じゃなくなるってこと？可能性がある。うわーって、じゃあもうアメリカの分裂が起こる可能性もあるってことですね。これは、いわゆるアメリカの国体というものが、1776年の7月4日、独立宣言をしましたが、その1776年から、独立を本当に果たしたのが、最後、後なんですよね。独立戦争が行われているわけですから、そうですね。確か、パリダーか何か、1780何年に、いわゆる条約を締結して、完全な独立を果たしたわけですが、その時期というのを意味に当てはめると、一昨年ぐらいから動き出した世界と商品の星が、収めるのが、2030年前後なんです。2030年。はい。あとしたもら6年。ガンザンは完全なるその過渡期ということになっていくわけで、この過渡期の中でアメリカの国体が変わっていく可能性は高い。いや、私もソ連が崩壊した時、ソ連が崩壊するなんて考えられなかったですもんね。そうですよね。だけど崩壊しちゃいましたもんね。はい。じゃあアメリカがなくなるなんて考えられないってみんな思ってるかもしれないけど、可能はい。性はあるってことですね。そうです。そうというか、もちろんなくなりませんが、国体が変わる可能性が高いということになるわけです。そうですね。ソ連がなくなってロシアになったようにね。そうです、そうです、そうです。アメリカ合衆国なのか、アメリカ共和国なのか可能性も高いわけですよ。
そうですよね。したがって、そういうような状況になるまでには、やはり歴史を見ると30年から50年かかってるんですよね、おかしくなるから。はいはいはい。日本の爆発、いつから始まったかって、黒田に来て1853年と言われてますが、うん、完全に日本国内が落ち着いたのが、西南戦争の1877年まで。そうですよね。27年かかってるわけですよね。うん、それと同じにアメリカも今全くの分断活動じゃないですか、言ってみれば。もう大都市なんかもう治安がめちゃくちゃ悪くなってますもんね。まあ、そこら辺のところから響きなんでしょう。うん、そうやって、そのような部分がちらほらと出てきているということ自体が、うん、始まり、俺らの始まりでの可能性が高いというふうに考えます。いかがだったでしょうか。もうね、衝撃的なね占いでしたね。アメリカという国の星がね、300年周期でこう巡ってて、ちょうど今終わりかけているんだそうです。すごくない？終わっちゃうんだそうですよ。まあソ連が確かに崩壊した時はびっくりしましたけどね、同じようなことがアメリカで起こるんじゃないかと、まあ星がそう占っているということなんですよね。でもね、心配しないでください。満月星先生も言っておられました。こういう乱世の世になったらね、やっぱり頼りになるのは友情です、愛です。助け合う仲間を今から作っとけば、そういう混乱の時にちゃんと生きていけますから。やっぱね、助け合う仲間、経済的にも精神的にも助け合う仲間、これを作っとくんさんやという、まあ、そういう教えでございます。で、最後に満月斎先生の言葉を、ね、紹介して終わりたいと思います。アメリカの終わりの始まりが今始まっています。以上、今回はここまで。いいねボタンのクリックよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひぜひよろしくです。私のサブチャンネルね、沖縄大好きチャンネルの方もぜひよろしくお願いいたします。そちらではね、日本が今後今年どうなっていくのかっていう、そこら辺のね占いもしていただいて、そちらはですね、日本国内のことはですね、沖縄大好きチャンネルの方で、アップしてますので、ぜひ聞いていただければと思います。最後までご清聴ありがとうございました。